構あるね。よいしょ。こんにちは、レザークラフトフールです。今日ですね、僕らの味方のダイソーさんにちょっとね、買い物に行ってたら、なんとですね、レザークラフトコーナーができてたんですよね。前からね、レザークラフトに使える道具少しあるっていうのは知ってたんですけれども、もうね、がっつり今揃ってますねうるさいな今ですね、前の川で工事しててすごいうるさいんですよねまあこういった片押しの牛革からですね、糸ですとか針ですとか、このバネホックまでね、ほんとね、すごい充実してたんですよね。いや、もうこれぐらい揃ってたら何か作れるんじゃないかなと思ってですね、思わずですね、買ってきちゃいましたとはいえですね、これ全部100円なんで、品質の方がどうかってところですよね。で、今回はですね、このダイソーさんが販売しているレザークラフトアイテムがですね、実用レベルなのかどうなのか、職人目線で検証してみたいと思います。はい、ということで、こちらがですね、今回ダイソーで買ってきたレザークラフトアイテムたちです。結構ね、種類があったんですよね。まず、こちらは、革になります。ちっちゃいサイズと大きいサイズがありました。ちっちゃいサイズの方はこの黒と赤があって、茶色はなかったんですよね。僕が行ったダイソーになかっただけなのか、定番としてないのかちょっとわからないんですけれども、一応この2色がありました。で、パッと見た感じですね、このシュリンクタイプと、あとこちらの、ワニ側の片押しタイプがありました。柄的にはこの2種類っぽいですね。はい、で、こちらが、少し大きいタイプになります。このぐらいの広さがあったらいろいろ作れそうですよね。で、この大きいサイズだけ、200円でした。これね、黒もあったんですけど、黒はですね、このちっちゃい方でイメージできると思ったんで、こちらの大きいサイズはですね、この茶とチョコを買ってきました。この大きいサイズもこのシュリンクレザーと2種類展開のようです。はい、あと手縫い用の糸ですね。こちらはですね、カラーが3色白と茶色と黒で、太さ、糸の太さがですね、0番と5番と8番の3種類展開になっていました。作るものに合わせて糸の太さを変えれる仕様になっています。あとは、この片面かしめ打ちですね。この片面かしめも3サイズ展開で、6ミリ、7ミリ、9ミリ、ちょっと隠れてね、見えないんですけど、6ミリ、7ミリ、9ミリの3種類のサイズが販売されていました。で、カラーはですね、こちらのアンティークとゴールドとニッケル、この3色がカシメの方も販売されているようです。全部買うとね、すごい量になるので、今回はですね、この内具を3種類と、片面カシメ自体はですね、このアンティークカラーの、6ミリというのを購入してきました。はい、あとこちらがですね、バネホックですね。バネホックはですね、サイズが2種類、10ミリの、サイズと 12.5 ミリのサイズが、2種類販売されていました。普段僕が使っているバネホックの感じで言うと、こっちがですね、バネホックの中で、こっちがですね、バネホックの大のサイズぐらいになると思います。これでもバネホックの大より大きいかもしれませんね。こちらもですね、この内具についている金具のカラーが3色展開のようです。内具を買われる際はですね、そこもちょっとチェックした方がいいと思います。で、バネホックの方はこちらですね。今回はですね、10ミリの方を買ってきました。アンティークカラーが良かったんですけど、アンティークカラーは売り切れてなくなってましたね。まあ、ですから今回ゴールドをね、買ってきました。はい、あとこちら針ですね。針は2サイズ入っているようです。こちらもですね、糸の太さに合わせて、針を変えれるので、すごく親切な設定ですよね。はい、あとこちらですね、レザークラフト用の金具も販売されていました。僕が行ったダイソーにあったのはこの D 缶と、キーリングですね。おそらくこちらのカラーも3色展開されているんではないかなと思います。ちょっとね、はっきり調べてないんで、興味のある方はですね、ぜひ、ダイソーさんのホームページで確認をしていただければと思います。あとですね、ギボシもあったようなんですけれども、ギボシはね、僕が行ったダイソーにはね、ありませんでした。使ってみたかったんですけどね。
また見かけたら購入してね、レビューをしてみたいと思います。ではですね、一つずつ品質チェックをねしていきたいと思います。はい、ではね、まず皮から見ていきたいと思います。はい、でこちらの小さいサイズは、13cm×18cm になっています。あ、ですから、まあ、2デシぐらいですね。はい、まあ開けてみたいと思います。おそらくね、クロームレザーだと思うんですけれども、まあこういった感じの革ですね。質感としてはですね、こうちょっとパリッとした感じの牛革になっています。まあ、パッと見た感じだと、この、ワニの片押しの方が少し厚く感じますね。このシワ加工の革の方が少し薄い感じがしますね。はい、こちらの革の厚さは 0.9 ミリですね。で、こちらは、1.1 ミリ。やはり、このワニの片押しの方が少し厚い感じですね。1.1 ミリ。まあでも厚さ的にはすごく使いやすい厚さなんじゃないかなと思います。まあ断面に、繊維質も見られないので合皮ではないと思います。しっかりとしたですね、クロームなめしの牛革だと思います。まあただ表面、これ多分吹き付けの顔料を乗せているので、ちょっとね、匂いがですね、なんていうんですか、塗料の匂いというか、少しね、独特の匂いがしますね。はい、でこれまあ110円なんですよね。まあ2デシで110円ということは、1デシがまあ50円の革ということになります。まあクロームレザーだと妥当な価格ですよね。京進Lさんで販売しているクロームレザーだと、まあだいたい80円から100円ぐらいはしていますので、入門編としてはいいんじゃないかなと思います。はい、でこちらが、大きい方ですね。1枚が200円になります。サイズは、18cm×26cm ですね。まあデシ計算すると、まあ、4.6 デシから7デシ、まあ、約5デシぐらいですよね。まあ、これも出してみます。はい、革の質感としては、先ほどの、小さい方と、まあ、ほぼ同じですね。こちらもね、同じような匂いがしてますちょっと気になりますね、この匂いが。厚さ的にもほぼ同じですね。はい、こちらも 1.1 ミリと、こちらは1ミリですね。まあ、この辺は杉加工の段階で、若干の誤差があるのかもしれません。まあ、特に気になるレベルの、誤差じゃないと思いますね。まあ、革の厚さは1ミリだと思っておいていいと思います。ちょっとね、パリッとした革なんで、物を作った時にですね、どんな風合いになるのかというところなんですけれども、まあ、せっかく買ってきたんで、この後ですね、この革使って何かね、作ってみたいと思ってます。はい、はい、次は糸と針ですね。まあ、糸の方はロービキ糸になっています。まあ、こちらもね、ちょっと出してみたいと思います。まあ、長いのと短いのですね。先もそこそこ尖ってる感じです。まあ、僕が普段使っている手縫い針とよく似た感じですね。はい、はい、じゃあ糸も出してみます。これ分からなくなりますね。あ、まあここにサイズ表記書いてありました。これ8番。なるほど。はい、パッと触った感じだと、ローはそんなに多く入っている感じではないですね。はい、こう後ろ見るとですね、寄り戻りしない、べたつかないロービキ糸ということで、確かにね、あまりね、ベタベタしてないですね。僕が普段使っているビニモのロービキ糸から比べると全然ね、ローは少ないと思います。まあちょっと縫ってみましょうか。これね、残念なことにひしめ打ちは売ってなかったんですよね。
で今回ねこのダイソーさんの道具だけで何か作ってみようと思って、一応ね目打ちを買ってはきたんですけど、これやっぱりひし目打ちも欲しいですよね。まあ、これ多分売り上げが良かったらどんどんね道具増えていく気がするので、実用レベルでね使えるものだったらぜひね宣伝していきたいなと思ってます。まあ、ちょっとねレザークラフトってやっぱり敷居が高いイメージがあって、道具とかも高いんでしょってねよく言われるんですよね。まあ、ですからこういうダイソーさんなんかで入門クラスの道具が揃うようなら、ほんとねこれはねすごくいいことだと思うんですよね。ぜひですねダイソーさんにはね頑張ってもらいたいなと思ってます。はい、でまあ今回は僕が、普段使用しているひし目打ちで穴を開けてみました。はい、で針と糸は、今回購入したですねダイソーの、糸と針を使用します。太さは0番、針はちょっと長いタイプを今入れてみました。はい、よいしょと、はい、針の抜けは全く問題ないですね。これ普段僕が使っている針と全く同じ感覚で縫えます。4本で100円だったらこれは安いんじゃないでしょうかね。京進Lさんで販売されている針、まあフールで販売している針がですね10本セットで1200円ぐらい今するのかな。結構ね高いんですよね。1本100円以上する状態なので、この針はすごくいいかもしれませんね。はい、まあ、ちょっとねざっくり縫ってみました。はい、ひしめ打ちのピッチは、4ミリピッチです。どうですかね、これ全然問題なく使えそうですね。糸もですねベタつくことなくスムーズに、縫えると思います。これは結構いいかもしれませんね。糸もすごく扱いやすいです。じゃあね同じく、5番と8番の方も縫ってみたいと思います。どうしようかな。まあ5番は同じく、4ミリピッチで、8番は、ちょっと細かくなりそうなので3ミリピッチで縫ってみたいと思います。よいしょ。はい、これ5番はかなり細い感じですね。まあ、10メートルで、100円、ビニモの0番が90メートルでまあ約1200円。こちらも100均の糸の方がお買い得ですね。まあ、糸もですねまあベタつかないので扱いやすい気がしますね。はい、今度は、細い方の針を使って、縫ってみたいと思います。この僕の糸の縫い方はですねまた別の動画で、解説していますので、そちらの方もですね興味がある方は、ぜひですね概要欄の方にリンク貼っておくんでまたですね見ていただければと思います。はい、こちらが5番です。はい、続いて8番縫ってみます。普段からねあんまり使わないので、あ、でも5番と比べても随分細いですね。すごくね細かいレザークラフトやりたい方にはいいかもしれませんね。まあ、ちょっとこうローが薄いので普段僕がやっている、糸の留め方だと
針から抜けちゃいますねこれ。極導をせずにきちんと、糸の中に針を通して止める必要がありそうですね。短い方の針も、全く違和感なく、使用できそうですね、うん、はい、こちらが、8番の糸ですね。ちょっとねざっくり縫ってみたんですけれども、これね多分普通に使えますね。まあ、あとは強度の問題ですね。長年使った時にまあどういう感じになるかっていうのはちょっと使ってみないとわからないので、この辺はですねぜひ誰か検証していただければ嬉しいですね、うん、でもこう実際縫った感じだとですね全く普通に、実用レベルで使える糸だと思います。あとこれ焼けるんですかね。縮れるんで、ナイロン糸ですね。まあ、糸のしまいは、焼き止めで、しまいができると思います。焼き止めができますね。色カラーもね3色あるのでぜひね試してみていただければと思います。はい、次はですねこのバネホックを試してみたいと思います。バネホックのこの内具はかなり華奢ですね。どうでしょうね、まあちょっと試してみましょう。まあこのバネホックに関しては普通に買うと内具だけで400円とか500円とかするので、これが普通に使えるとなるともう圧倒的に安いですよね。サイズは2サイズになります。 10mm と 12.5mm ですね。はい、はい、でこれが強心 L さんの、バネホックなんですけれども、どうだ、これが強心 L さんのホックと比較するとこの 12.5mm っていうのがまあ台に相当する感じですね。こちらの、10mm の方がですね、うん、ショーと同じぐらいの、サイズになるようです。バネホックに関してはですねこれ4個セットで、100円で、強心 L さんの方がですねこのニッケルカラーだと、20個セットで、200円、アンティークとブラスはですねちょっと高くて、400円するので1個単価でいくとこのニッケルカラーが1組10円、アンティークだと、20円になりますね。まあ、量は多くなってしまうんですけれども、このホックに関してはやはりですね専門店で買った方が、安く上がると思います。まあこのバネホックが100均で売ってるだけでもすごいんですけどね。まあ、こういった消耗品に関してはちょっとね割高になってしまうのかもしれませんね。まあ、ただですね5円10円の話なので、まあ、金額の面は大したことないと思います。まあ、何よりですねこういったボタン類とかはきちんと止まるのかどうかの方が大事だと思います。まあ、ということでこのボタンもですね実際ちょっと打ってみてきちんと機能するのかどうか試してみたいと思います。はい、じゃあちょっと試してみたいと思うんですけど、まずですねこの実際販売されている、ダイソーさんの革に打ってみたいと思います。まあ、そもそもこれと一緒に売ってるんでこれにつけれないとあんまり意味がないですよね。初めての方でもこの革にですねバネホックがきちんとつけれるのかどうかちょっとね試してみたいと思います。10mm の方でね試してみたいと思います。うん、なるほど、このメス側の裏がですねこうねあんまり飛び出てないんですよね。これね結構重要です。これが飛び出てると薄い革にですねこのバネホックって打ちづらいんですよね。まあついでに打ち方もちょっと解説したいと思います。バネホックはですねこの4パーツが、1セットになります。これとこれがセットでこれとこれがセットですね。オスの方、こっちの方はですねこの棒が通るサイズの穴が開けば問題ないです。じゃん、これもねダイソーさんで売ってます。穴開けポンチですね。これもね買ってきました。3、4、5、6ミリサイズがあるんですけれども、まあ、この4本が揃えば多分このバネホックも問題なくつけることができると思います。
あ、本当はもう一つちっちゃいのがあってもいいかもしれませんね。多分これ 2.5 ミリぐらいだと思うんで、まあ、まずこれを一つ、はい、開けておきます。で、問題はですね、こっちの方なんですよね。こっちの方を穴開けるときにですね、よくやりがちなのはこっちのサイズに合わせて穴を開けがちなんですよね。これが間違いで、バネホックはですね、ひっくり返したこの真ん中のですね、ここの部分の穴を開ける必要があります。ですから少しね、大きい穴を開ける必要があるんですよね。この感じだと、通常僕が使っている、ハトメ抜きでしたら、この15号、カタログ表記では 4.5 ミリですね。 4.5 ミリの穴を開ける必要があります。これをね、間違えるとバネホックね、うまくつかないので、ここ要注意ですね。はい。ですから、こっちはですね、この15号の穴を開けます。こう止まるようにしたいと思うので、こちら側は、こう通してこうはめます。で、本来はですね、こういった硬いところの、上で打ちたいんですけど、なければテーブルの上でもいいと思います。できるだけ、硬いところの上で打つ方がいいと思います。はい。で、打ち具はですね、この2本が入っています。これ分かりますかね。ここにですね、すごくちっちゃいんですけど、打ち方の、図が入っているので、購入された際はですね、ここをよく見て打ってください。オスの方はですね、このへこんだ方をこの頭にはめてですね、これで叩きます。これに関してはですね、金槌でもいいと思うんですけど、結構ね、音が響くので、木槌ですとかこういったプラハンなんかの方が音を軽減できると思います。はい、じゃあ打ってみますね。よいしょ。はい。まあ、柔らかいですね。うん。こちらは簡単に止まりました。はい。で、問題はこっちなんですよね。こっちはですね、まあ、こういう専門の、打ち台があればですね、この頭をこの溝に合わせてですね、打てばいいんですけど、多分ダイソーで道具を揃えられるような、もう本当レザークラフトを始められたばかりの方はですね、多分こういう道具持ってないと思うので、そういった場合はですね、まあ、硬いものの上にですね、こういった布でいいので、頭がですね、グラグラならないようにするために、布を敷いてもらって、この上で、打ってもらった方がいいと思います。はい。頭を置いたら、皮を乗せて、で、この内側がですね、この穴にはまるように、しっかりと押さえつけます。チェックしてほしいのは、この皮の中にですね、金具がしっかり収まっているかを、チェックしてください。この皮に開けた穴が小さくて、これがしっかり収まっていないとですね、ボタンが止まってくれません。ここちょっと注意です。なんか普通にレクチャー動画みたいになってますねこんなの必要とされてないのかもしれませんけど、まあちょっとあの、邪魔くさい人は飛ばしてください。はい、はい、じゃあ今度はこちらの棒を使って、打ち込んでいきます。バネに当たりそうなんですけど大丈夫かな。はい。はい。まあコツとしてはですね、あんまり強く叩かずにゆっくりですね、叩いていけばいいと思います。はい、こういった感じで、止まりました。まあ、これがですね、こういった道具があればもっとですね、確実に止めることができます。はい、こういった感じのボタンになりました。うんうん。強度としては、うん、まあ全く問題なさそうですね、今のところはでこれがね、バネホックっていうのは本当に壊れやすいので、この中のバネがね、すぐね、ダメになるんですよね。まあ、これに関してはですね、やはりちょっと長く使ってみないと、まあ何とも言いようがないんですけれども、今回ですね、この道具を使って打った感じでは、きちんとですね、この打ち具を使ってボタンを取り付けることが、できました。まあ、せっかくなんで、この大きい方も、つけてみたいと思います。今度はちょっとこの厚い革に打ってみたいと思います。これは、12.5 ミリの方ですね。はい。
これ意外と使えるもんですね。こっちのね、押すの方が難しいんですよね。まっすぐ真下に打ち込んでいくイメージです。で、叩きすぎに注意ですね。はい、こんな感じで止まりました。なるほど。これはですね、今ちょっとこう触った感じだと、やはりですね、この強振 L さんなんかで販売しているバネホックから比べるとですね、ちょっとやっぱ弱いですね。すごくね、簡単に外れる気がします。強振 L さんのやつはね、もっとねガチッとくっつくんですよね。まあ、この辺の金具に関してはやはり入門用といった感じでしょうかね。さっきの糸と違って、ちょっとねこの金具だと、僕がですねお店用とか、まあ、お客様の商品に使える感じではないですね。ちょっと心もとない感じです。まあ、でもですね、この内具も使えましたし、ボタンとしてもですね機能しそうなので、入門編としてはですねありなんじゃないかなと思います。はい、そしたら次は、片面かしめですね。こちらもちょっと試してみたいと思います。この片面かしめのこの内棒はめちゃくちゃ可愛らしいですね。まあ100円ですからしょうがないですよね、これは。ちなみにですね、専門店なんかでかしめ内をですね買おうとすると、内棒だけでだいたい400円ぐらいはします。あとこの金具の方は、強振 L さんで購入すると、片面かしめのショーがですね、50個セットで、300円とかなんで、一組ですね6円とかになります。やはりこのかしめもですね、バネホック同様、消耗品に関しては専門店で購入された方が、割安のようですね。そしたらこのかしめもですね実際打ってみたいと思います。まあ、一つは先ほどと同じように、ダイソーさんの革で止めてみたいと思います。もう一つはですね、もう少しちょっと厚い革で止めてみます。このね、薄い革にかしめを打つの本当難しいんですよね。これ1ミリで、貼り合わせて都合2ミリなんで、これはね多分ね曲がると思います。はい、まあこんな感じで、かしめたい革を通してですね、カチャッとこうはめて内具で叩きます。普段使ってる内具がこれなんで、これでね叩くの怖いですね、ちょっと。まあやってみましょうか。はい、打ち方としては、まっすぐ当ててですね、ゆっくり叩いていきます。まあ、本当に金具がですねまっすぐ真下に潰れるイメージですね。ゆっくり叩き込んでいきます。おお、これは相当うまくいった方だと思います。これね、薄い革にこの足の長さの打つの難しいんですよね。でもやっぱちょっとね斜めになってしまいました。まあけどうまくやればしっかり打てますね。これでもせっかくなんで、今度は大きい方のかしめを打ってみたいと思います。こちらも同じくまっすぐ真下に打つイメージですね。厚みのある革だと何の問題もなく打てますね。こうかしめはね、厚さが大事なんですよね。薄い革に打つのすごく難しいので、ダイソーで販売されているこの革にかしめを打つのは結構ね難しいです。ですからまあ初めはね失敗します。いっぱいね失敗して上手くなっていきますから、この100円という、安さを生かしてですね、失敗を恐れずにですね、もうバンバン作ってもらった方がいいと思います。かしめとしてはですね十分使用できる品質だと思います。はい、あとこちらは、二重リングと D 缶ですね。まあこの辺はですね、これからどんどん増えてくるんでしょうね。こういったダイソーさんなんかを通じてですね、レザークラフトがどんどんもっと身近になってくれれば嬉しいですよね。はい、といった感じで今回はですね、ダイソーさんで販売されている、レザークラフトの道具をですね実際使ってみてプロ目線で、検証してみました。結論としてはですね、もう十分使えるという結論に至りました。100円でこれはかなりね優秀だと思います。
まあ、ものによってはですね、専門店で買った方が、お値打ちなものもありましたけれども、ダイソーでこれ道具揃えれてレザークラフトできるんだったら、ちょっとやってみようって思う人かなり増えると思うんですよね。もしね、興味のある方はぜひですね、購入してもらってレザークラフトをね、始めてみていただければ嬉しく思います。はい、ご視聴ありがとうございました。いや、このダイソーのレザークラフトアイテムかなり優秀でしたね。まあ、糸も針もバネホックもカシメもですね、趣味としてはもう十分実用レベルだと思います。まあ、特にこの糸と針に関してはですね、まあ、僕も使いたいなと思うレベルですね。糸ベタベタしなくてすごく縫いやすかったです。本当かよって思う人はですね、ちょっとぜひね、試してみてほしいですね。これは、まあ、バネホックに関してはちょっと強度が足りないかなという印象なんですけれども、取り付ける入門編にはですね、ぴったりの商品なんじゃないかなと思いますね。バネホックね、難しいんでね、初め結構失敗するんですよね。やり方は一緒なんで、まずはこのダイソーさんので練習して、レザークラフト面白いなと思って、もっといろいろ作りたいなと思ったらですね、ぜひお近くの専門店で道具を揃えられたらいいんじゃないかなと思います。今これ2022年なんですけれども、ぜひですね、ダイソーさん頑張って、もっとですね、レザークラフトの道具増やしていただければなと思います。で、まあ、せっかく道具と革を買ったんで、次はですね、このダイソーさんの革と道具だけを使ってですね、何か作ってみたいと思います。まあ、サイズ的には微妙なサイズなんで、コインケースでもね、作ってみたいと思います。まあ、どんなものができるかですね、興味のある方はぜひですね、チャンネル登録して次の動画をね、お待ちいただければと思います。はい、ということで今回の動画は以上となります。それではまた、 See you。 はい、ではやってみたいと思います。はい、こんな感じです。貫通しない程度にですね、はい、14センチのところなんで7センチ7センチですよね。はい、こんな感じで完成しました。コインケースですね。